こんにちは。小さな会社の動画作りをサポートしております株式会社コラボズの江川です。本日の工務店様の動画活用のまとめなんですけど、まず一つは1分間の動画を5本用意させていただきました。内容的には45秒から50秒、あとの10秒ぐらいを次のアクションをしてほしい内容というのを書きました。そしてこの動画を紹介するための文章をそれぞれ10個、つまり5本ありますので50本、はい、50紹介文を用意してくださいというふうにしました。で、次にそれを一回出してみて、いいなと、この動画いいなっていうふうに思ったやつを広告に出しましょうということにしました。で、出して反応がどうなるか分かりませんが、薄い場合は直接問い合わせ、気軽に問い合わせができない場合は資料請求に切り替えようとか、もしくはまあもう一個言いますけど、60秒のが長い場合はもう45秒、30秒ぐらいに一回縮めてみるっていうのも一つなのかなというふうに、今日は打ち合わせを終えております。こんなようにただ動画を作るんではなくて、その動画をね、どうやって活用していくかっていうところが重要だというふうに思いますんで、ぜひ参考になれば幸いです。もし動画のことでですね、自社でやっていきたいというところで興味がありましたら、聞いてみたいことがありましたら、こちらこそ、これこそ気軽に問い合わせしてください。しにくいかな、まあしやすそうだったら一回してみてください。メールでも何でも大丈夫ですよ。はい、レッツ動画。